どうも若旦那です。今日は2020年11月にオープンしました吉野荘湯川屋吉野の湯インフィニティ露天風呂からお届けしています。ちょっと暗いんで景色ないですけど、前には柚子が綺麗に見えます。上を向けば映ってないかもしれませんが、星が綺麗に映ってます。ホームページ、インスタ等で12月の日帰り入浴の営業日もアップさせていただきました。吉野山に来て、蔵王堂見て、吉水神社見て、仁和林寺見て、ご飯食べて、柿なずし食べて、お饅頭買って、豆腐買って、米買って、それで最後に吉野の湯で風呂入って帰ろうかと、新しいお風呂入っていこうかという感じで、そういうストーリーの中で、新しい観光名所となったらと思って露天風呂を作りました。ぜひ日帰りのお客様も吉野山にお越しの際は吉野の湯メイン通りに並んでますんで、ぜひともお立ち寄りくださいませ。それではおやすみなさいませ。まもなく4月、そして夜の夜間配管販売日を発表することができそうです。今年の11月紅葉の時期、たくさんのお客様ありがとうございました。本年まだあと1ヶ月あります。どうぞよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。